ッツスポーツクラブ会長の桜井です。飲みつく委員です。この度はベストプレイヤー賞にお選びいただきありがとうございます。ありがとうございます。ベストプレイヤー賞に選ばれた感想は？嬉しいです。ボクシングを始めたのは何歳から？4歳から始めました。きっかけは何ですか？竹中選手の影響で始めました。今の戦績は？17戦16勝です。じゃあ目標を教えてください。オリンピックで金メダルを取ることです。自分は普段どのような選手ですか？普段毎日練習に来てコツコツ頑張ってますし、ボクシングも好きですごい研究熱心な選手です。過去のエピソード？過去は、JCL の1回目の時に小学校2年生だったんですけど、スパーリングもやったことなくて負けてしまって、そこから悔しくて練習頑張って今まで練習をしてきてます。だから最初に負けてよかったなと思ってます。どのような選手になってほしいですか？オリンピックで日本のボクシング男子で3人目の金メダリストになってほしいと思ってます。頑張れよ。第7試合アンダー12男子 32.5 キロ級の両選手のご紹介をいたします。赤コーナー上福江凛選手、ワンツースポーツジム。青コーナー林亜蓮選手、大橋ジム。セコンドアウト。2回目。ダブルでプレーさせて使ってください。
セコンドアウト。ラストラウンド。ただいまの試合の結果は、赤コーナー上福江凛選手の PKO 勝ちでした。おめでとうございます。感想お願いします。嬉しいです。
次は決勝です。意気込みをお願いします。全国を決めるように頑張ります。ありがとうございます。